はいというわけで処刑さん関係質問関係投げ捨てスパチャー大関係来るものは拒まずお送りいたしますパーカッションのワークショップ高文がお届けしますよろしくお願いします僕が言いたいのはどの叩き方が合ってるとか間違ってるとかそういう話ではなくて自分の身体操作的にどの機構を生かしているのかどの機能ここから先の回転なのかこの腕から振ってるこのエネルギーを使ってるのかっていうのが分かった方がいいと思ってるのね自分で 把握できた方が、えー、それが結果的に音色のコントロールにつな、えー、げられるし、えー、音楽的に表現の幅が広いっていうことになると思ってるんですよ。大きくね、本当に大きく分けると3種類あると思ってて、えー、こういう叩き方か、こういう叩き方。 か、こういう、叩き方。はい。違い、わかりますかこの違いが、パッと見て説明できたら、相当このチャンネル見てるなっていう感じ。<laughs> もう一回やりますね。その1は、その1はこう。 その2はこうその3はこうでそれぞれは、まあ、どうなってるかっていうと一つはねえっとこっから振ってる肩っていうか肩甲骨っていうか体の 根元から振ってる、いわゆるこう、なんでやねんっていう、こう、肩からこう腕が回るような振りあ、ごめんなさい、なんです。で、主に、ま、ジャンベとかコンガとかね、より大きなエネルギーが必要な、叩くために大きなエネルギーが必要な太鼓。 で、対して、こういう、えー、画面が横向いているものとか、えー、指形、パンデーロとかもそれに当たると思うんだけれども、は、まあ、肩から動いてるっちゃ動いてるんだけども、よく動いて見えるのは、ここから先。が、こう、回ってるように、見える。叩き方、ね。よく言うのは、こういう振り子とか、放物線とか、 こういう叩き方になりますと今言ったその1のこのたたき方だとどう考えても画面が上向いてた方が都合がいいんですよエネルギーがこうやって注入できるからかりますよねコンガとかねジャンプとかねこうなってるじゃないですかじゃあなんでこれ <laughs> 横向いてんのって 横向いてたら <laughs> 横向いてたらこれ都合が悪い叩ね。けないことはないんだけれどもこっちの手なんかはその今言った要,は要領でこの <laughs> 行く先を横にすれば叩けるわけなんだがつまりこういうことねこの「なんでやねん」ってやってたのをこうシフトした。だけど今度こっちの手が叩けないと。こうやって振っちゃったらね。 もんでこの,この回転の軌道でやってあげる必要がありますと。こうすると、画面が横向いてても、斜め向いててもいけちゃいますと。ただし、その大きなエネルギーっていうか、この体の根っこから使うエネルギーを使うのは結構ね、難しかったりする。より細かい パラパラパラとかね速、えー、いやつとかは向いてるんだけども、えー、そういう違いがありますはいだから、えー、と横向いてるときと縦向いてるときだとちょっとね考え方が違うって思っておいてくださいで最後にやったこれ何だったかというとこれはいわゆるチョップするような形ねチョップ人間乗っててこうまっすぐ向いて親指が前向いてる形だからチョップするチョップで振るのが実は一番早く振れるんだけれども ハンドパーカッションの場合、チョップしてると叩けないじゃないですか。ここが当たっちゃうじゃないですか。<laughs> なんかこれあんま使わないんですよ。で、この動き使うの、どんな時かっていうと、道具を使う時、スティックとか、シェイカーとか、マラカスとか、振り物を使う時ね、は、この向きで問題ないと。これ結構早く振れますというところなんです。で超応用的な、えーうん、もう超本当に上級者になると、チョップして、 チョップからの回転みたいなね。チョップストロークみたいなのも例外的にやるんだけれども、ビギナーの段階ではまあそこまで考えなくても大丈夫ってところです。だからこれはハンドパークションの場合考えなくていい。考えるとしたら、こっちか、こっちになります。はい。で、さらに言うと、この腕を使った叩き方と、この主に前腕回転を使った叩き方っていうのは、その切り替え、 がデジタルじゃないっていうかね、シームレスにつなげることができます。究極的には、えー、波のような、無知のような動きになって、その使う範囲、リーチの長さを指にするのか、前腕にするのか、腕にするのか、あるいは背骨から振るのかっていうのが こうシームレスに、滑らかにギアチェンジできると、それも究極の形だと思っております。はい